に住んでるか言ってんの？言ってないよ。それ言ってないんだ。言ってないよ。あ、そうなんだ。酔っ払って言わないようにしないと、ね、言っちゃったらまずいよ。言っちゃったらまずい。ちょっと俺も音量上げようかな、これな。何流す？え、何でもいいよ。何でもいいって結構困るんだよ。お前も今日あれなんか買ってくって言ったら何でもいいよって言ったじゃないか。確かに。そうね。ちょっと待って。うん。本当にじゃあもう何でもいい。うん。今日何したの、僕とは。今日俺？うん。何してたんだろうな。あ、でもね、うん、今日、あ、ジムっていうか今日朝まで仕事してたから、お昼はなんかトレーニングしてたぐらいかな。トレーニングしてたの？うん。元気だね。元気だねっていうか、まあね、元気は元気だよね。元気だね。よし。あのね、うん、相変わらずね、2つつけると音がやばいって言ってる人いるんだけどね。映像だけ2つつけてどっちか、あの、そうね、音をさ片方切ればいいやないか。これ音楽大丈夫ですか皆さん、音量、うん、ちょっともうちょい出していいかな。どっち見ればいいっていう人はどっちも見ればいいのさ。うん。とりあえず乾杯しよう。はい、そうですね。今日も。俺ね、昨日朝まで仕事してたからね、うん、珍しく飲まなかったんだ、酒。お、珍しい。はい、乾杯。みんなも乾杯。皆さん乾杯。乾杯。あ。うし。あ。おいしい。おいしいね。今日は、はい、何すんだっけ。今日はね、俺がオールナイトのイベントの時に、うん、いろいろメールをね、うん、募集してたんですよ、うん、で、そのメールをね、うん、一緒に読みながらですね、うん、まあお酒を飲もうかなという。なるほどなるほど。はい、その話なんか、そう、悩み相談みたいな。そうそうそう、悩み相談とかね。まあたまたまね、3月にね、ライブというかオールナイトのイベントやったんで、卒業にまつわるねエピソードだとか、はい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 、まあ、あとそのなんか男女のね、うん、その異性のここが理解できねえやとか、うんうんうん、そういう話とかをね、いろいろいただいてたんですけど、ね、なるほど。まあその前にね、我々の近況をね。近況？うん、メロチン今日何やってたの？今日ですか？うん、今日はね、超会議と超パーティーの練習をずっとスタジオでやってました。その宣伝の仕方が。今日は、うん、超会議と超パーティーの練習をずっとしてたんですけど、はいはいはい、もうね、うん、覚えるものが多すぎて、はい、10曲を超えるわけですよ、2日間で。2日間で10曲もやるの？その超会議とか超パーティーのね、その全部含めると、踊る曲が。で、その半数以上が新しい曲だから、もう頭の中がパンパンで、もう半分打つなりかけながらやってました。うん、もう覚えらんない。っていうか、10曲覚えるって大変じゃね？大変。まあ、もともとある曲もあるんだけどね、振り付けが。あ、それは思い出す作業もやるんだけど、やっぱりさ、曲もそうだと思うけど、うん、振り付けも作ったものとか覚えていったものから忘れていくわけです。歌詞とかもそうです、ね。だから、昔の曲とかをね、思い出そうとすると、結構もうダメなんだよ。あるよね。だから誰かが勝手に上げてくれた、うん、踊りの反転動画を見ながら、うん、思い出すんですよ、自分の反転を見ながら。へー、うん、でもさ、歌詞だってさ、歌詞10曲とか覚えたらさ、うん、死んじゃうよ。死んじゃうよね、うん、俺歌詞の方がきついと思うわ。やっぱルート5はさ、言うて5人だから、うん、1曲が5分の1だから、うん、まあサビはね、
ソロのところは言うても間違えてもいいわけよ、うんうん、ソロだから5人で歌うところ間違えちゃうとさまずいじゃない、まあ、そうだよね、そうそうそう、だから結構ね大変は大変、ダソクさんもしょっちゅう間違えてるもん、ダソクさんしょっちゅう間違えるね、なんであの人はあの歌詞間違えて、うん、うんって苦笑いしてキャーって言われてるの、まああれがね、まあ、5年半かけて作ってきた彼のキャラだね、あれずるいですよね、いやほんとずるいよ、俺なんて踊り覚えて間違えたら自分が気まずい顔して終わるだけだもん、だから踊り間違えてもバレないでしょ、いやバレ、チームだから、ああ、うん、今回は何出てるの、今回はいろいろいっぱい本当にいろいろ出ますよ、あそっか、みんな、あ何人も出てるのか、コラボもやるし、うん、キルハもやるしみたいな、ソロではやるの、超パーティーはソロはないですけど、うん、超会議の方ではね、いろいろやります、ポコダも来るでしょ、超パー、超パーティー、ルートファイブの方に出るよ、うん、そうなんだよ、結構大変、さあ、やっていきますか、じゃあ、あとりあえずさ、1個俺突っ込みたいんだけどさ、何この話したの、生放送してないんだね、それが、するしとく、しようよ、いやね、うん、じゃちょっと自分のカメラでやりますけど、はいはい、うちね、あの大きい道路が目の前にあって、うん、外の音がうるさいんだよ、うちのリスナーさんはうるさいうるさいってもう分かってるんだけど、うん、これ分かる、みんな、これこれこれ通気口、通気口があるね、通気口がね、でね、これね、ずっとこれ寒いしうるさいなと思ってた、うん、でこの間沖縄のさ町会議でさ、うん、ポコちゃんと話してさ、うん、うちうるさいんだよねっつってさ、うん、これもの音がで、これポコなんかね、これ閉められるよって言って俺知らなくてさ、それさ、うん、知らなくて閉められるんだね、これそう、閉められるんだけど、で、沖縄から帰ってきて、うん、家帰ってきて、早速閉めようと思ったんさ、うん、そしたら、これ壊れてて閉まんねんのそれさ、開け閉め一回してみっぱなったんですよ、開くじゃん、うん、閉じるじゃん、閉まりきってないからね、ここ閉まりきってないんだよね、これ、そう、誰がねそれはね、だからね、結局寒いしうるさいんだわ、これこれはね、あれだよ、僕はね、はいはい、もうほら31年間生きてきてるから、うん、いろんなお家を見てきたけどね、はいはい、そこの通気口が閉まらないなんてね、嘘だと思ってたんだよ嘘だ嘘だっつってね言ってみて、うん、でもあれ、じゃああれだったの、ずっと全開だったの、全開でした、で、やっと半開まで来たのあれ、全開の時すげえ勢いで空気入ってくるだろ、そう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 、だからね、うん、さっきもポコタンがうち来て、うんうん、まさかっつって見たらね、うん、閉まんない、そう、閉まんないのね、あれねそうなんだよね、バチッつって、そうなんだよ、だからうるさいんだよあれ、でもこれはなんかさ、前の人の、だって前の人が壊したってことでしょ、いや、ていうか、いや、あれだよ、途中で、うん、途中でっていうかクリーニングの時にチェックして直すはずなんだけど、でちなみにそこの、あの、あるじゃん、あの、なんだっけ、バッテリーじゃなくて、うん、なんだっけ、電気のさ、まとめてあるやつ、あ、ブレーカー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 の蓋あるじゃないですか、うん、あれは俺が引っ越してきた初日に壊した、あ、壊したのね、それ壊した、壊したんだね、それ壊しました、あ、それもしょうがないね、そう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 もうね、ボロボロですよ、うちも、まあまあ、いいんじゃない、いいかな、っていうか、でもあなた引っ越してきてさ、どれくらい、うん、どれくらいだろう、あ、でも結構経つな、去年の10月だから11、12、1、2、3、あ、もう半年経つんだ、早いね、早いな、ついこの間引っ越してきたばっかだったと思った、半年経ったらまあね、やっぱなんか壊したりするよね、いや壊れたあの初日に壊した以外何も壊してねえから、マジで、はい、あ、本当？超綺麗に使ってるよこの家。俺もね、うん、あれ浴室乾燥がね、うん、やっぱね、うちなかったんだよ実家が。おうおう、で一人暮らしになって東京だからさ浴室乾燥あるわけよ。はいはい。浴室乾燥めっちゃ使ってたらさ、もう半月で壊れたよね。ね待って、浴室乾燥ってどうやったら壊れるの？使いすぎたじゃない？浴室乾燥ってどうしたら壊れるの？使いすぎて壊れる浴室乾燥なんてないでしょ。言ってそんなしょっちゅう洗濯するわけじゃないでしょ。洗濯する俺。あ、ほんと、うん、でも1週間に1回とかじゃなくてもっとする？あ、家にいるとき毎日する。えらいね、うん、
俺なんてこの間あの言ったっけ、何この話したっけこの間、知らない、洗濯機溜め込みすぎて詰め込みすぎて遠心力ですごいことになったっていう話。あ、なにそれどうだったんだっけ、遠心力で。遠心力でするそれ、うん、でも俺が洗濯機の中のドラムだとするじゃないですか、うん、そうすると、うん、なんつうのこう最初こう回ってるわけで、こう回ってるわけで、だんだんこう洗濯物が中で偏ってきて、うん、こうなってくわけよ。洗濯機自体がそう、中のドラムで、それ次第に音を上げ始めて、うん、オン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 ってなんだ。さすがあれじゃない、やっぱさ飼い主に似るって言うからさ、うん、あの踊りのやっぱ基礎練習をしてるんじゃないのかな。うるせえうるせえ。そこは似なくていいで別に。あーそうなんだ。あでも洗濯機あれサイズいくつ？サイズとかあるの？あのさ容量がさ何キロ入るやつとかあるの？あちょっと見てくる。うん。45？ 45キロ入るの？45リットルの水ってやつ。あ、違う、それじゃないわ。あの、何キロ入るやつ？何点何って書いてない？ 5 点いくつとか、6.0 とか。書いてあるでしょ、ちょっと。45リットルの水が入る洗濯機です。45リットルの水が入る洗濯機っていうことは、うん、多分ね 6キロぐらいまで洗濯できるやつかな。6キログラムの洗濯物を、うん、そうなんだ。7キロとかはないだろう。まあ別にそれ分かったところでね、何もないんでね。いやじゃああれだよ、ちょっと容量でかいから電気代食うから、俺近いうち引っ越すから洗濯機あげるよ。2台使えない。2台使えない。お風呂場に置いてさ。バカなんじゃねえの。湯船の代わりにさ、なんかバカなんじゃねえの。もっと有益なもん汚せや。もっとなんかあるでしょ。有益なもん汚した。何が足りないこの家は。え？何が足りない？お金と。金はお前。金は知らねえよ。あれじゃね、ルンバ買えばいいんじゃない？ルンバなんてこの狭い部屋にいらないからね。もう3往復したら終わりだわ。3往復ルンバってはこんぐらいしかいないのに3往復したら終わりだよ。3往復で終わりってどんなんだよ。ダメんじゃないよ。ね、本当に。いやということでね、うん、あれですね、なんですか。あ、やっていきますか。メールですよこれ。はいはいはい、早速いきましょうか、じゃあ、うん、これね、あ、一応ね、先ほどね僕がブログに書いたんですけど、うん、今ね2人宛てのメールもね募集してますので、はい、アドレスちょっとそれさ、こっちの方にも打ちましょうよ。あ、それさっきの、うん、G メールのやつ。そう、左上、何？これアドレスどこで見れるのかな、これ。あ、じゃなければ俺のブログちょっと1個開いていい？いいよ、もちろん。何でしたっけ、新生活のお悩みがありましたらここに送ってくださいとのことです。ということで、ここに送ってください。今日はまったりしっぽりやっていきますからね、みんなも構えずに聞いてください ね。なんかさ、左上になんかさ、どうのこうのってすごい言われてるんだけど。何左上って？左上ってどっち？こっち？何が？左？それ右上じゃない？あ、あっち？あっちなんか？こっち？あ、これのこと？これのこと？それか！それ何？これあの、かぶり物ですこれ。いや、かぶりもんですわはいいんだけど、かぶりもん、いや、ほら、
みんななんかちょっと怒ってるじゃねえ。ちなみにこのヨッシーはね、うん、ヨッシーはこれ何、リュックですから。これリュックなの？リュックですから。メラチンなりそれ背負ってどっか行ったりするの？そうですよ。どこ行くの？渋谷とか銀座。本当に銀座？そう、銀座。お前タグついてるけどまだバレた。あ、これこれじゃない？あ、電気の紐ね。棚の上にあるオレンジ色。これ、あれ、あ、これはこれはティッシュよ、ティッシュ。ティッシュだ。これね。ちょっとなんか完全に被って俺の顔みたいになってる。いや、それやっとこう。あ、みんなすっきりした？メールってまだいいの？もちろんいいですよ。うん。いや、ぐらいや。うん。じゃあね。はい。ね。まあ、1個目はじゃあ僕読みますわ。うん。まずは何だっけ、お題は。あ、お題っていうかね、まあ、あのなんとなく流れでいこうかなと思うんですけど、はい、とりあえずね、まあ、あの今4月ですよと。はいはい。4月なんでね、うん、新生活皆さんね始まってると思うんですけど、うん、まあそんなね4月になる前にはね、うん、まあ、卒業のシーズンの、ね、3月があったわけですよ。でね、はい、まあ、卒業の時にねどういうことがありましたかっていうメールをね1個ね、まあ、募集してたんでね、はい、まあ、ちょっと読ませてもらおうかな。はい、はい、カシューナッツさん。カシューナッツさん、はい、中学校の卒業式でのエピソードです。はい、中学の最後の方で一気にぐっと仲良くなった剣道部の女友達が卒業式の歌で急に号泣しだしたんです。はいはいはい、はい、私は高校に行くとみんなバラバラになっちゃうし大好きな先生たちとも別れるから悲しいんだろうなって思ってたら私も泣いてしまいました。うん、卒業式が終わってその子に改めてなんで泣いたのかを聞いたら、うん、これから厳しい剣道の練習をしなくていいと思ったら嬉しくて泣けてきたのと言われました。私の涙を返せとその時は思いましたが今では笑い話になっています。なんだそれ、ね、なるほどね、はい、卒業のなんかさエピソード。いやでもその前に剣道の練習って書いてあるじゃん、うん、俺剣道や8年やってて。8年2段持ってるのね、実は。3歳から11歳まで。違います。痛い。何何、4歳から小2ぐらいから中学何年生ぐらいまでやったんですよ。で、剣道、もうね、あれって裸足でやるんだよね。やるね。体育館とかで。もう寒いんだよ、冬。ああ、なるほど。全部の指がしもやけになるし、うん、だからすごくそのカシューナッツさんの気持ちはわかる。あ、剣道の練習って辛いの？やっぱり辛いよ。痛いし。なんでやってたんだろう、8年も。なんでやり始めたの？わかんないんだよね。親にやれって言われたの？多分ね、姉ちゃんがやり始めるって言ってついてってやり始めたんだろうな。姉ちゃんと仲いいの？ん？姉ちゃんと仲いいの？仲いい。この間も朝まで飲んでた。マジか。2人でなんか姉ちゃんがちょっと話変わっちゃうけど、うん、俺がね、実家にこの間帰ってたの、うん、今姉ちゃん実家にいるんだけど、俺がちょっと打ち上げで深夜の1時ぐらいまで飲んでたのね、他の人と、うん、で、そしたら姉ちゃんから連絡入って、うん、お前今どこにいるの、うん、なんでって言ったら家の鍵がなくて入れないんだよねとか言って。おお、実家それは実家の話。向こう実家に俺がいるとも知らないんで、今日泊まるっていうのね。おお、で、お前どこにいるのって言って、実家鍵がなくて入れないから、うん、もし近くにいるのって言うんで、それがいるんだよみたいな話になって、でそこからもう一人タクシーで帰って2時ぐらいに、でそこから朝まで飲んだんだけど、俺がいなかったらどうしたんだろうねっていう。あ、いなかったらね、いい話。え、でも実家お父さんとお母さんいなかったの？寝てたんだよね。あ、気づかなかった、ね、起こせないってことね。いい話。いや、まあね、そうだね、剣道は防具が臭いよね。防具臭いよ。やったことある？あるあるある。ある、うん。で、何の話だっけ？え、いや、なんか卒業式で泣いてたらさ、うん、あの剣道の練習しなくていいっていうのが嬉しくて泣いてたんだってっていう、ね、あ、で、泣いたことがあるかみたいな話だよね。そう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 。ある。何で泣いた？あ、俺全然泣かないかなと思ってたんだけど、うん、まあ、歌が好きだったのね。お、まあ、今も言ったけども、で、中学の時に第一三章っていう曲を卒業式で歌って、うん、あいつすごい後半が盛り上がってくる曲なの。お、そこで泣いちゃった。第一三章、うん、ちょっと歌ってよ。あ、そう、うん、母なる大地の懐に我ら
っていうのがあって、うん、最後、うん、母なる大地よあたたえよ大地をあっていう歌が、うん、それで泣いちゃった。あ、やっぱ歌ってさ、うん、そういう時になんか結構来るよね。来る。なんかグッと来るよね。見て、ポコタンの方はパチパチなのに、うん、こっちの方は誰一人としてなんかそういうのない。音割れ割れ。マイク割れてる。ごめんって。なんかあれだね。お互いなんかあの自分のなんだろう、なんつうのかな。自分の放送じゃない相手の人には優しいんだね。そっちも厳しい。いや、だ俺のね、あのコミュニティの方は俺に厳しいし、うん、メロジンの方はメロジンに厳しいんだもんな。俺の放送ね、いつも音割れするから、俺が急にミュージカルやるもん。いつも音割れしちゃう。酒飲んでやってんの、いつも。うん、全然。あ、シラフでやってんの。好きなんですよ、そのミュージカル的なのが。へぇ、ミュージカルとか、そういうなんか、なんていうの、まあミュージカルか、うん、あれだもんね、ライオンキングとか。オーディションとか受けに行けばいいじゃん。かなよ。アナと雪の女王とかの曲とかも好きだしさ、歌ってよ。もうちょっと、あらかじめ音量下げとくね、うん、割れないように。なんでそんな歌わせるんだっけ。いやいやいや、欲しい。いや、何歌う。あ、いや、アナの。いきます。うん。レディゴー、レディゴー、キャンホルミバーゴレン、なんだっけ。Let it go, let it go。 お前さ、ちょっと待ってよ。なんでさ、しかも嘘やん、嘘やん。いい、座り慣れない椅子だからって。すごいな。いや、若いっていいな。いや、確かに、まあ、いや気持ちわかるけど、これ痛いだろうな。普段の椅子じゃないから。あかん。酔ってきたわ。いや、酔ってくの早くね。もうやめよう、歌わせのなしにしよう。ああ、そうだ、わかったよ。ねえ。いや、でも結構泣くタイプなんだね、メロチンで。ポコタンは？俺は泣いたことはないかな。そうなん。泣いたことはないかなっていうか、うん、結構その地元にずっといたから、うんうん、中学卒業して高校行くってなった時に、あ、なんかそのやんちゃな友達と関係が切れるなと思って、じゃあこれから高校入ったらちゃんと勉強しなきゃなって思ったぐらい。いや、なんかつるんでた友達がみんなやんちゃだったんだよ。うん、なるほどね。そう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 、すごくね。うん。なんかそのさ、うん、制服だ。だから中学高校の時ってさ、なんであんなさ、その制服じゃないズボンを履くことにさ、みたいな、あんじゃん。嘘、うちはなかったな、それは。あ、本当？あったの、そういうの。埼玉だからさ。あ、そうなんだ。え？あったんだよ。上はブレザーとワイシャツを着て、学ラン？ブレザー。あ、いや、学ラン、学ラン。学ラン。で、下は違うズボン履くの。で、なんかボンタンとかさ、うん、そうそうそう、そういうのがあったりさ、なんかほら卒業式とかになるとさ、なんか隣の中学校の子たちがね、バイクで乗り込んできたりするわけよ。そう、でも荒れてたんだよ。あー、超怖いね。俺そういうの無理だ、ビビっちゃうタイプだわ。うん、だけど別になんか日常生活がそれだとね、意外と普通になるんだけど、うん、けどまあだからその当時さ、つるんでた人たちね、とまあ、高校で全然別々になって、うん、まあ本当にすごい真面目な人ばっかりでね。ポコタンはどうだった、真面目だったの。俺、うん、真面目だった。なんだそのなんだ、真面目だよ。真面目に全部やってたよ。どういうこと。勉強も部活もなんかあのあれだ、まあ、いろいろ全部真面目やってたよ。 あんま言うとね、あとで電話かかってくるから、ね、そうそうそう、あとで電話かかってくる、うんうん、そうなんだ、うん。いや俺ね、うん、中学校は制服だったの、うん、でブレザーだったんだけど、そのネクタイがね、なんか結ぶやつじゃなくて、こう後ろでワンタッチで止めるやつだったの。私立だったの。普通に公立で、はい、ブレザーとかあるんだ、うん、で、高校は、うん、私服だったの。
おうおうで、まあ、大学も行ったんだけど、うん、なんかね、だから普通にサラリーマンでもないから、うん、未だにネクタイがちゃんと結べないんだよね。ああ。ちゃんとネクタイ結んだことがないんですよ。へえ、うん。じゃあ今度ネクタイの結び方講座やろう。あ、それはいいや別に。まあ、っていうか必要なくね。そもそもネクタイ結ぶ必要がね。はい、ね、まあ、そんなこんなでね、はい、卒業シーズンをね過ぎまして4月を迎えたということでね、はい、あれなんですけれども、まあね、4月のね内容のメールについてはね、はい、全然ね募集してなかったので、ね、はい、あれなんですけどね、はいはい、じゃあこのね黒く枠で囲んであるねメールをね、はい、いきます。はい、別れて3年以上経つ元彼と最近ずっと連絡を取り合っていて、はい、可愛くなったや今度ドライブに行こうやご飯食べに行こうと言われてて、はい、正直復縁を期待していたのに、はい、お酒の勢いで私が復縁を迫ったら華麗にスルーしてきたんだけど、男の人って好きでもないのにこういうこと言うの、ポコタン期待した私がバカだったの、アヤリンさん。はい、要は元カノにメールをするかどうかってことですか。その期待させるメールっていうの、ご飯行こうとか。ああ、でもご飯行こうとかって別に普通に言わない？まあ別れ方によるよね。ああ、まあ確かにね。別れ方によりますよね。元カノでも別になんか、まあどうだろう、どういう別れ方が多いの？俺？うん。もうあれボコボコになんかもう見られないぐらい。いやいやいや。殴りまくって別れ。俺ね結構別れてしまうと。うん、結構あんま口を聞かなくなるタイプで、別れてしまうとその付き合ってたこと別れると、うん、別に仲悪くなったとかじゃないんだけど、うん、あえて口を聞くことをしなくなるんですよ、うん、だから別に誘うとかってメールとかは絶対ない、ほぼほぼ、うん、別れたらじゃあもう何、そう気まずいからってコメントあったけど、うん、気まずいから。あ、気まずいの、うん、なんで、なんでだろうね、全部知ってるわけじゃないですか。まあね、うん、なんでだろうね、気まずいんだろうな。でもまあ、なんだろう、そもそもなんでなんだろうね、まあ、可愛くなった、そうだね、可愛くなったっていうのはどうなの。いや、なんか久しぶりにエッチしたかったんじゃないの。違う、でも付き合いたくはないんでしょ、で華麗にスルーされたってことは。まあ、付き合うのと違うからって話なのかな。最初に言っといていい、うん、うちのリスナーさんにはちょっとお手柔らかにお願いします。あ、そうなの。いや、でもだってあれじゃない、まあ、なんだろう、もともと好きだったわけでしょ。うんうん、うん、もともと好きだったら、まあね、可愛くなったら、でもそれでさ、またでもなんで別れるの、そもそも。なんで別れるの？自分だってあるでしょ、別れることなんでさ、うん、なんでって聞かれたらなんて答える。俺、うん、だからその別れても、俺の中ではなんだろう、その別れても連絡を取り合う、まあ、もちろん取り合う子もいるけど、うん、なんつうの、別れたらなんかそこまで一気にガーって、なんつうの、そういう関係じゃなくなることが多いから。別れた時ね、僕はのほら相手に浮気されて別れることが多いから、その別れざるを得ないわけよ。なるほどなるほど、そうだから、そもそもね、どうしようもないよね。そうなんだ、そう、ね、まあ、そんな話なんですけどね。まあじゃあ、次はね、まあ、ちょっと柔らかいやつでいきましょう。これ一番下のやつね、読んでもらっていいですか。ポコちゃんこんにちゃちゃちゃは。はい、ポコちゃん、まあまあ、それそこは読まなくていいよ。今日2人でやって。ポコちゃん、少し前にツイッターでポコちゃん少し前にツイッターでソチンオリンピックと連呼してたやん、うん、それに影響されて次の日の面接練習でやらかした。面接官の先生に、うん、あなたが最近のニュースに気になっていることは何ですかって聞かれたときに、私が最近気になっているニュースはソチンオリンピックですって言っちゃった。先生ちょっと黙ってからスルーしてったけど死にたかったな。なんで
あれなのかね、メロチンは自分でどう思うんだい、自分の。もうね、見てよ、このメロ生のダブルのコメントの数とポコ生のダブルのコメントの数って民度が分かるよ、民度が民度民度が分かる、民度民度が分かるよね。確かになんかね、民度ね、俺の生放送の方めっちゃみんな盛り上がってるけどメロチンの方全然誰も笑ってないね。もう一部を除き引き気味だもんな。メロチンにそんなん言わせたら嘘だよ、ガゼ盛り上がってる、ガゼ盛り上がってるぞ、うちの生放送は。こっちはほらもうそっちにオリンピックなんて言うと、うんうん、普段そんなこと言わないメロチンがみたいな、うん、こう若干ダブル控えめになるけど、うん、こっちなんてわメロチンがそっちに言うたでみたいな感じで来るじゃん。えちょっと待って、アンケート取ろう、それメロチン。何のアンケート。いやいや違う違う違う、それは何のアンケートだ。じゃあじゃあ俺がアンケート取るから。意味わかんねえ。ちょっとね、あのそういう話になると俺の生放送の黄色いコメント率も若干高くなるんだって。あ、そういうこと。言わせないでって言って。こっちは2が、あのどんどん行って。これうちのもう、優しいリスナーさんならもう分かると思いますけど。いや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 、そんなことないって。実際問題だってあなた男の子でしょ。なんだよ。男の子だけども、そんな何そのなんか高根の花的なキャラなのそれ。じゃなくてね、ごめん、悪いけど、普通はね、うん、あんまね、言わない、なんか、うん、言ってもいいんだよ、別に、その言葉を、単語、うんうんうん、言ってもいいんだけど、うん、言う必要がない方が多いよ、ね。言う必要がない方が多い。言う必要がない割合の方が多いと思う。だから、そんなのは分かってるよ。俺だって言うことに、ね、メリットがあると思ってないよ。むしろデメリットだよ。いや、ポコタはそうやってる、いつも。結果表示します。どどん、ほらどんどん言ってるのが多いんだよ。これは違うよ。違う、いやそんなもんなんだって。今ポコ生税が 50% は流れてきてる。そんなわけないやろ。そんなわけないやろ。違うね、違うね。じゃあ俺の方でアンケートしようか。なんて、あのえこれなんかでもさ、でもごめん、俺 34% の言わせないでって結構リアルな数字だと思ってる。違う？ 34% 言わないでって結構リアルだと思うんだけど。まあまあ確かにね、うん、なんだ俺。はい、じゃあもうこれですよ、僕の場合はね。もう出題しました。ソチンとかって言ってるポコタが1、許せる、2、下ネタやめてよ、3、ソチンオッツオッツ、3、ソチンオッツオッツって。意味が分かんないよね。あ、そうだね、あのモバイルの方もいるからね、ね、あのソチンとかってね言っちゃってるポコタさんが1、許せる、2、下ネタやめてよ、3、ソチンオッツオッツ。はい、回答出しますよ。オスオス。はい、結果表します。ね、あれですよ。あれですよ。もうこのパーセンテージね、この 95% が肯定派っていう、民度低いわ、やっぱり。民度低いわ、やっぱり。違うよ、あの、自然派なんだよ。ネイチャーなんだよ、僕のなんか、応援してくれてる人たちは。でもあのそっちって言ってるポコタが1、許せる 31%、 2、下ネタやめてよ 5%、 3、そっちに押すとせが 64% だ。 64% だね。ね、そうそう、みんなね自然のね、なんか赴くままに生きてるわけですよ。そう、うん、へそうなんですよ。自然だねみんなね。はい、ということでね、結構ね、まあね、じゃ あ, あの真面目な話しましょう。じゃあこれ読んでください。これなんで、これ真面目な話ですか。自分がこの道に進むと決断した瞬間について話してほしいです。はい、就活が来年に迫っていますが、大学生の今でもやりたいことがわからないし、うん、自分に正直に決めることで失敗した時のリスクを考えています。うん、脱サラして音楽業界という彼の
ある仕事に就くというのは